ルナビ。ということで、ワクワクドキドキの夏の一大イベント、サマーカーニバルをですね、ご紹介したいと思いますよ。カーニバル、カーニバル、アルナビ。まずはこちら、スパリゾートアルメリアならではのガーデンプール。ゲロの爽やかな風が気持ちよく、水しぶきが眩しいプールで大はしゃぎ。お次はゲロの美しい山々に囲まれながら大自然を満喫できるニジマス釣りフィッシングランド。いっぱい釣れるかな。アルメリアの夏は夕食の後にもイベントが盛りだくさん。現金つかみ取りや豪華賞品が当たるハラハラドキドキのビンゴゲーム大会、大盛り上がり間違いなし。夜はまだまだこれから。期間中毎日100連発の花火がアルメリアの夜を彩る花火ファンタジアを開催。夏の夜はやっぱり打ち上げ花火でしょ。さらにミュージシャンたちのライブを聴きながらビールやカクテル、ソフトドリンクなどを飲んで夕涼みできるガーデンライブショー。また8月6日から12日までは期間限定スペシャルライブ、フラダンスショーも開催。はい、今回はここまで。あとは夏のアルメリアへぜひ遊びに来てくださいね。また夏休み期間中の詳しい宿泊情報はアルメリア .co.jp をご覧ください。夏の思い出はアルメリアで。それではまた次回のアルナビでお会いしましょう。松原陽子でした。